皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2020年7月30日に行われた、第70期王将戦2次予選、糸谷哲郎八段と、斉藤慎太郎八段の一局をお送りするぜ。では、いつも通り対局棋士の紹介から。まずは糸谷八段。1988年、広島県広島市出身の31歳。今期竜王戦2組、順位戦は A 級、タイトル戦は登場3回、竜王獲得1期。一般棋戦優勝1回よ。広島市出身ということは、兄弟子の山崎八段とは同郷なんだな。そうね。なので何かと一緒にいるみたいよ。関西若手棋士の練習対局や、各種イベントで行動を共にしているみたい。解説などでそういった話をしているよな。そうね。よく会話の中でいじり合ってるわよね。仲がいいのは良いことだ。なお、その糸谷八段。関西若手のリーダー的存在ともいえ、何かと面倒見はいいらしく、会館にいらっしゃるときは、差し入れをよくお持ちになることから、もうすっかりスイーツ男子のイメージが定着したわ。シュークリームやエクレアを持ってくる様子が目に浮かぶぜ。他にもニコ生特番などでの恒例、DJ ダニーなど、ファンサービス旺盛な先生よ。叡王戦での大盤解説も面白かったよな。やっぱり地頭がいいから、回転が早いし言葉選びも適切よね。そして懐が深いからか、周囲の先生、女優棋士の皆さんからも慕われているようだ。いじられてる、とも言うけどね、わら。まあ、親しみやすいということだろう。そうね。そしてもう一方の斉藤八段、1993年、奈良県奈良市出身の27歳、今期竜王戦1組、順位戦 A 級、タイトル戦登場3回で王座を1期獲得だ。もうすっかり上位でおなじみだけど、まだまだ全然若手なのよね。そうだな。そしてこの世代は永瀬二冠に菅井八段、高見七段をはじめ、非常に層が厚く、実力者が多い印象だ。今挙げたお三方もタイトル経験者なんだが、20代の一覧を見ると、納得できる顔ぶれだと思うぜ。これだけ層が厚いと大変だろうけど、見る側としては非常に楽しみね。さらにその下の世代からの突き上げもあって、白熱した将棋を展開してくれそうだよな。本当ね。ちなみに、斉藤八段。昨年プロ編入試験に合格した、折田四段と仲が良いらしく、合格を決めた帰り道、一緒に歩く姿を四つ辺に投稿していたよな。かつて共にプロを目指し、別の道を歩むことになっても、こうやってまた同じ世界にいられるようになり、きっと感慨深いでしょうね。私たち一般人には計り知れない、様々な感情があったんだろうな。本当に良かったわね。さて、それではそろそろ対局に移ろうか。はいはーい。7月ももう終わりですが、九州の方ではそろそろ梅雨明けのようです。ようやっと、という気がしないでもないけどね。暑すぎるのも嫌だけど、こうも雨が続くのも嫌だよな。結局、何事も適切が一番なのよね。生活においても、肝に銘じておきたいところだ。将棋においては暑いのを希望するけどね。違いない。さて、それではそろそろ暑くなりそうなこの季節。ここでくらいは、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、斉藤八段。マリサが後手、糸谷八段だぜ。それでは、よろしくお願いします。2、6歩。3、4歩。7、6歩。このお二方の対局は過去に7戦。8、4歩、糸谷八段3勝、斉藤八段4勝ね。2、5歩。ほぼ互角のお二方ね。8、5歩。今回戦型はどうなるんだろうな。7、8金。横歩取りか相掛かりかな。3、2金。2、4歩。同歩。同飛車。さて、ここでどう出てくるかだけど。4二玉。最近、横山七段がよくやる、横歩を取らせて、3三角、飛車が引いたところに2二銀とする手だね。一歩損の代わりに銀を上がって、手得、そして歩を打たずに金の連携で守る手順だ。5八玉。いろんな変化を考えなきゃならなくなった。8四飛車。ならば、と横歩は取らせない。7七角。こちらも飛車先を交換させない。2、3歩。
28飛車。金で取るか桂で取るかで、さらに方針が変わるぜ。77角なる。さあどうする？超金。ここまで来たら意地でも交換させない。ただ、一時的に牽制はできるけど、どこかで金を下げて、銀を上げる手順を踏まないとバランスが悪いね。角を持たせていることからも、慎重な駒組みが必要だね。22銀。仕掛けを探りながら駒組みだ。48銀。しばらく睨み合いになりそうね。62銀。後手としてはアンバランスさを咎めたい。46歩。銀桂を使って先手左辺を目指す。74歩。銀でその動きを牽制する必要があるよね。47銀。73銀。56銀。64銀。66歩。73桂。一旦体勢を立て直すよ。78金。さて、ここで一旦現状把握。先手は角交換に伴う金上がりで、上がって下がって銀も上げる、という手損を強いられているね。後手に主導権を握られている気がして嫌だけど、ここは受けに徹して、引き込みながら陣形調整、気を見て反撃に転じたいね。一方、後手はご覧の通り攻めの姿勢だ。ここからの展開としては、やはり7筋を突きたい。飛車を浮かしているため、7五歩と突けば、飛車の横撃が通るので、足が軽くなる。ただ、前がかりになっているため、背後にスペースがあること、そして王様の周りが渋滞していること、このあたりに気をつけながらの仕掛けになりそうだ。7五歩。同歩は後手の攻めを加速するだけ。88銀。銀上がりを優先、スペースを消してバランスを取る。72銀。受ける目処を立てたので、7五歩。同銀。7六歩。同銀は7七歩で捕まるな。6四銀。これで一旦制裁は整ったね。7七銀。あとはここからどう手を作るかだな。3三銀。6八玉。銀を追加して数的優位を作る。4四銀。守りを捨てるとは思い切ったね。5八金。5五銀右。ぶつからずに受け流す方針。4七銀。3五銀。こちらも守りに全振り。4八飛車。攻め駒の集中砲火だ。4四飛車。一卒突き捨てて飛車の横撃を消すよ。4五歩。同飛車。7九玉。守りにも活用しつつ。2四銀。飛車の選択肢を一気に増やす。2八飛車。ここで一番困るのは2筋だね。3三桂。着々と激突に備える。8八玉。先手玉の入場を確認したので。4四飛車。玉頭辺の転進を視野に入れる。3六歩。8六歩。同銀は後手の銀が前進してしまうね。同歩。さらに引きずり出して隙を作る。8五歩。これまた取ると攻めが加速するいやらしい手。3七角。邪魔な銀にアプローチをかける。6四角。4筋8筋両方睨むぜ。4八飛車。受ける手が忙しくてたまらないね。2五桂。睨みを残しながらの対比。2八角。では玉頭攻略に取り掛かろう。8六歩。攻撃が本格化する前に。4五歩。飛車を再びずらす。5四飛車。これで4筋の火力は軽減されたね。6七金右。王様の周りの駒を増やす。8五桂。6八銀。7七歩。同桂。同桂なる。同銀。ここで桂馬のおかわりだ。8五桂。これは嫌味な拠点になったね。6八銀。金駒を渡していないのがまだマシかな。7七歩。さらに押し込む。7九金。3五歩。
さて、緊迫してきたところで状況の整理。まず、私の玉頭はそりゃもう大変よ。金駒を一つ渡そうものなら、圧迫しものね。なので、四条命題は金駒を渡さないこと。そしてできる限り、この状況をほぐすこと。それに尽きるわ。後手はこのまま攻め切ればいいわけだが、正直、飛車角が接近して狭いので極力さばきたい。先手陣の睨みを解かずに飛車を移動させたいところ。とりあえず、今突かれた歩は取ると、銀が前に進んじゃうね。さてどうしたものか。6号歩。角の紐を外して、拠点を解体したいね。7三角。8七歩。3四飛車。もう一歩跳ねた先が王手になる位置。2六桂。王手がかかるうちは取られることはないので、8七歩なる。かき乱せるだけかき乱す。強玉。8六歩。取ったらピンチ取らなければもっとピンチ。強玉、まったく、次振ってなんていやらしいのかしら。8四飛車。7五歩。筋を反らして、退路は確保できたかな。1五銀。桂馬を取って決めにかかる。7六金。そちらは無視して玉周りを整備。2六銀。9四桂を警戒しながら角に当てる。7四歩。9四桂。8七玉。7八歩なる。強玉、右辺へ逃げる道筋が見えてきたね。7四飛車、そうはさせないぜ。7五歩。8四飛車。8六歩。同桂。同金。玉頭に迫りつつ、角筋を通す。6六銀。黙って角を取られる方が危険だね。7三角なる。同金。7六桂。王手をかけているうちは安全だ。7七桂なる。飛車を引いたら、どうせその桂取られるもんな。同銀。同銀なる。同玉。合通角の王手飛車もいいが。5五角。それだと飛車を裁く理由を与えてしまうな。8七玉。さて、では思い切って寄せにかかろう。8六飛車。強玉。7七銀。上部へ逃げても、銀が待ち構えているんだね。8七玉。8六歩。9八玉。ここでいやらしく、飛車の突きを止める。7八歩。詰めろだ。もう後手玉を詰むしかないけど、8二飛車。残念だがその攻撃は届かないぜ。3一玉。ぐぬぬぬ。ここから先は迫ろうと思っても、持ち駒に角銀桂では有効だがない。後手玉もいくらでも逃げるルートがあるし、絶妙に角の突きが遮っているわね。これはもう打つ手なしかな。負けましたー。ありがとうございました。最初から最後まで攻められてしまったわ。気を制した糸谷八段が、掴んだペースを離さず攻め切った、まさに会心符だったな。ぐぬぬぬ。まずは次の手順を見てみようか。8八銀なる。同金。同角なる。同玉。8七金。8九玉。8八金打つまでだな。一方、後手玉には寄せる手順がなく、8一飛車なるとしても、2二玉で逃げ切り、金が効いているので、3一に何か打つのは意味がないんだ。ぐぬぬ。やっぱり、角交換での手損が痛かったのかな。19手目、金を上がったシーンだな。飛車先交換の拒否のためだったが、結局、ここでの上下動で、せっかくの先手のアドバンテージがなくなり、主導権が後手に渡ってしまったのが残念だ。ただ、それ以外にも、糸谷八段の指し手で、これを取ったら後手の手が進む、という味のいい手が何回も登場し、歩の手筋の大切さを教えてくれる将棋だったな。具体的には32手目、7五歩。よくは銀が進むわね。7六歩と引き込んでも、
8六歩、と飛車先を突かれるのが痛いわ。銀を取っても歩になられて大ピンチだもんな。他にも、44手目5五銀、60手目の8五歩、80手目の3五歩など、仕掛け方や駒の配置がとにかく絶妙な印象だ。歩の手筋怖いわ。そして決定的だったのが106手目、6六銀、先手の玉頭を押さえつつ、角に当たって退路の安全性を損なう。お見事としか言いようがないわね。さて、これで糸谷八段は次戦、佐藤天彦九段と対戦。勝った方が王将リーグ入りをする、重要な一戦だ。これまた A 級棋士同士、ハイレベルな戦いが見られそうね。そうだな。さて、それではこの辺りでお開きにしようか。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次回も。ゆっくりしていて。